おはようございます。これより本会議を開きます。本日の議事は議事日程第8号により進めることにいたします。日程第1、一般質問を行います。質問順に発言を許可をします。最初に1番、立花大輔議員。立花議員、おはようございます。議長のお許しをいただきまして、一問一答形式で質問をさせていただきます。市民クラブ立花大輔でございます。本日は松阪市福祉医療助成制度について、そして2つ目はプレパーク禁止項目の少ない公園について、そして3つ目は防災無線について3問を質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず1つ目の松阪市福祉医療助成制度についてでございます。こちらのですね、松阪市福祉医療費助成負担軽減対策検討委員会の答申状況についてお尋ねしたいと思っております。こちらに関しては昨年の松阪市平成29年9月定例会でも、串谷小百合議員、殿村峰代議員から子ども医療費など無毒児丸岡についての一般質問がありました。福祉医療助成制度は窓口で医療費などが無料になる方法とですね、あともう一つは医療機関窓口で自己負担を直接支払っていただき、後日申請された後に振り込みをするという償還払いという方法がございます。松阪市では現在償還払いという方法を取っておりますが、この償還払いですと、どうしても一時的に支払いますので、子育て世代のお父さん、またお母さんが非常に負担にかかると、一部の声もございます。当時の片岡福祉事務所長の答弁では、松阪市福祉医療助成制度負担軽減対策委員会を立ち上げるとの答弁がありました。その後の松阪市福祉医療制度についての答申については、どういう状況になっているのか、確認からお願いいたします。片岡福祉事務所長。おはようございます。それでは立花議員から、ご質問いただきました松阪市福祉医療費助成、負担軽減対策委員会の、まず答申の方状況について、ご答弁させていただきます。その前にですね、少し三重県松阪の現在のですね、福祉医療の状況について合わせてご答弁させていただきます。松阪市の福祉医療費制度は、受給者、これは障害者、ひとり親家庭、子ども等がございますが、この方々が医療機関窓口で自己負担を全額支払い、後日市から助成金として保険給付自己負担金を受給者に支給する償還払い方式を実施しております。現在ですね、全国多くの都道府県で子ども医療費助成については、先ほど議員ご紹介もありましたように、現物給付、俗に言う窓口無料化、これを認めております。一方で、それに伴う年齢要件を小学校就学前としたり、全国の多くの市町ですね、自治体では医療費の一部を自己負担するという、こういうことを求めていただいておるところでございます。そのような中、三重県では年齢要件を満12歳到達年度末とし、また一部自己負担も求めない、このように積極的な取り組みにより、県内全体で子ども1人当たりの医療費助成は全国4番目、このように高い水準となっております。本市においては、加えて対象年齢を満15歳到達年度まで拡大し、平成29年度実績で23万2907件の助成を行い、子どもの保険の向上と福祉の医療増進を推し進めているところでございます。
現在、県内各市町では、現物給付化に向けた動きが進んでおりますが、本市においては、生活困窮者対策や子育て支援など、あらゆる視点から専門的な外部有識者による検討が必要と判断し、平成29年10月に設置した松阪市福祉医療費助成負担軽減対策検討委員会に諮問し、本年1月5日に答申を受けたところでございます。答申の内容をご説明させていただきますと、現物給付と償還方式のあり方につきましては、三重県が示す児童扶養手当の所得制限内の未就学児は全額現物給付が望ましい、その他の未就学児に対する現物給付は、市の負担と効果を慎重に検討され、持続可能な制度体系となるように進めていただきたい。3つ目としまして、小学校1年生以上の助成対象者は、子ども医療費助成にかかる国民健康保険の減額調整措置の対象でもあり、現時点では償還払い方式によることはやむを得ないというところでございます。検討意見としまして、現物給付を導入すると、医療費の増大が予想されることから、医療費助成制度を持続可能な制度としていくため、医療機関での窓口負担を現状の全額支払いから1000円程度を限度とする方策なども講じることも考えられるとされております。次に対象範囲でございます。現物給付の助成対象者は、未就学児が望ましい。それと生活困窮対策および少子化対策として高校生世代を助成対象とすることも検討されたい、このように答申されており、検討意見として未就学児の医療費は小中学生に比べ医療費が高いことから現物給付の対象は未就学児を対象とされるのが望まれるということや、生活困窮対策並びに少子化対策などの支援策の一つとして子ども医療費の助成対象者を満18歳になった年の年度末までを対象としていくことも検討されたい、このように謳われております。次に負担軽減による事業効果についても答申をいただいております。現物給付は疾病の早期発見早期治療につながり、疾病の重篤化を防ぎ、身体の健全化が図られ、また一時的な費用負担も難しい世帯などに対し生活困窮対策としての効果は十分見込まれると考えるとされており、検討意見として医療機関を受診する機会の多い未就学児にとって医療機関窓口での医療費負担が軽減されれば、医療機関を受診する機会が増え、今まで以上に疾病の早期発見早期治療につながり、このことが疾病の重篤化慢性化を防ぎ、将来における身体の健全化が図られることから相対的に医療費増加の抑制になりうる、また未就学児に現物給付を導入することは未就学児を抱える世帯の子育て支援につながるとされているところでございます。以上ご答弁とさせていただきます。立花議員ありがとうございました。答申の状況を踏まえて、松阪市の子ども医療助成制度が大きく変更した点というのが分かりました。消火カメラ使わせていただきたいと思っております。すいません、消火カメラ使わせていただきます。変更前でございますけれども、ちょっとテレビの方が見れるかわからないんですけれども、受給者の方がですね、今までは未就学児もですね、そして小学1年から中学3年までが全てが償還払いという方法でございました。一度窓口で払っていただきまして、後でまたその返還分が来るという方法でございました。この方法ですと、やはり一時的に払うにしてもですね、お父さんお母さん子育て世代の方が負担がかかるという意見がありまして、答申を受けて変更されたというお話がありました。そして変更後はですね、どうなりましたかといいますと、償還払いの小学生1年から中学3年までは変わらないんですけども、変更している点がですね、未就学児の部分でございます。これがですね、大きく2つ分かれてまして
って、所得制限によって、負担、窓口の負担がなし、そして、まだ一部はですね、負担窓口がありという、一受診につき、上限1000円までというのが設けられたというお答えいただきまして、ありがとうございます。この部分でですね、現物給付の部分で、窓口の負担がなしという部分があるんですけども、一体どれぐらいの方をですね、対象にされているのか、ここの部分な、無料の部分なんですけども、大体どれぐらいの方を対象にされているのか、確認をしたいんですけども、よろしくお願いいたします。片岡福祉事務所長。それでは、どれぐらいの方が対象になるかというところについてご答弁をさせていただきます。まず平成29年度のですね、子ども医療費 の全体の受給者数というのがですね、月平均で19,183人、これは個別案件、個別人数というのはなかなかつかむことができないと思うので、件数という形で捉えていただいて、ことになると思いますが、このうちですね、中学児のですね、対象については、7245人を想定しております。この7225人のうちですね、児童扶養手当の所得制限内の方は、2788人、未就学児の約 38.5%、こちらが対象者になると推測をしておるところでございます。それによってですね、逆に児童扶養手当の所得制限外の方、1000円を負担していただく方については、4457人で、未就学児全体の約 61.5%、このように数値を見込んでいるところでございます。以上でございます。立花議員。ありがとうございます。先ほどで、大体大まかな数字というのを把握させていただきました。続きまして、他市との比較についてでございます。子ども医療費のですね、現物給付、無料窓口、先ほども説明ありましたけれども、所得制限、ありなし合わせてでありますけれども、三重県内の、市町でもですね、子ども、医療費の無料化の制度というのが、三重県内の市内で多く、進んでいる、現状でございます。もう一度初画カメラを使わせていただきます。0歳児からですね、6歳児の未就学児でございますけれども、無料窓口の所得制限ありというのがですね、2018年の今年の4月からですね、四日市も、名張市もスタートいたしました。そして、9月、はですね、津市も伊勢市も志摩市も渡来町もですね、スタートいたしました。そして、窓口の無料の所得制限なしというのも今年度からですね、多くの市町が始まっておりまして、4月からは伊賀市、そして川越町、そして9月は亀山市、鳥羽市、旭町、玉城町、大紀町、南伊勢町というふうに始まっております。召喚払いの部分も多く残っております。ちょっとこちらの書類の中では松阪市が、またちょっと召喚払いになっていますけれども、先ほどのお話ですと、所得制限ありの独自無料に入るんではないかなとちょっと思うんで、ちょっとそこは修正させていただきます。そしてカメラありがとうございます。確認したいのはですね、他市との比較についてでございます。他市とで比べてですね、この医療費の窓口無料の波というのがですね、2018年4月9月にいろんなところで行われておりますけれども、この他市の状況を見比べてですね、松阪市の見解というのをお聞かせ願いませんでしょうか。お願いいたします。片岡福祉事務所長。それでは、他市との比較についてご答弁申し上げます。子ども医療費の現物給付についてはですね、三重県内の各市が鈴鹿市が3歳までの子どもを対象に平成29年4月から現物給付を実施し、
四日市市をはじめ、3市が平成30年4月から、津市をはじめ5市から平成30年9月から、未就学児を対象に現物給付を実施していた、おります。一方でですね、その他県内の市町村の中にはですね、その方針がまだ示されていない、こういう自治体もございまして、償還払いを継続含めて、それを検討されているというような状況でございます。このような中、先ほどとご答弁させていただきましたように、松阪市福祉医療費助成負担軽減対策検討委員会の答申を松阪市としましては尊重し、保護者の所得に応じて、児童扶養手当の所得制限内の方、いわゆる低所得者層の方は、医療機関窓口での負担はなし、児童扶養手当の所得制限外の方、いわゆる保護者に一定の所得がある方は、医療機関の窓口での負担は一次受診につき1000円までとしていきます。なお、この窓口負担していただいた分については、後日、償還払いにより、受給者に助成することとしております。また、現物給付の導入とともに、子ども医療費受給資格の年齢要件を、15歳、現行の15歳から、15歳到達年度から満18歳到達年度まで拡大してまいります。この年度、この年齢拡大により、医療費助成は、償還払いにより行うとしますが、児童扶養手当の所得制限内の方、いわゆる低所得者層の方は、自己負担額の全額を助成、扶養手当の所得制限外の方、いわゆる保護者に一定の所得がある場合には、自己負担の2分の1を助成していく、このような制度設計を考えております。現在、三重県下の各市におきまして、対象年齢を熊野市が満18歳年度末までとしておりますが、その他の市におきましては、中学生卒業までですね、満15歳年度末までとしております。現物給付を導入すると、医療費が約 1.2 倍から 1.3 倍に増大すると、全国的な事例から言われております。このため、本市としましては、一部の方に窓口負担を求めることにより、医療費の増大を抑えつつも、現物給付と年齢拡大の導入により、生活困窮者支援および未就学児から高校生世代、この方々まで幅広い子育て支援の両面から施策を講じていくものでありますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。立花議員。ありがとうございました。答弁いただきまして、私もですね、召喚一部のやはり ある程度のですね、医療費抑制のためにはですね、ある程度の、その召喚払いのこともですね、必要かというふうには、考えております。しかしながらですね、この三重県内の市町では、医療費などの無料化のですね、こう波では来ております。これがですね、だんだん標準化というか、当たり前になってきる中でですね、なってくるわけでございます。竹上市長のですね、こちらで一番宣言とありますけれども、この整合性、一番宣言との整合について、お聞かせ願いませんでしょうか。お願いいたします。竹上市長。はい。まずですね、今回の福祉医療費の助成制度については、県内各市と松阪市はかなり違う制度設計になっております。このことはもう議員も今ご質問いただいて、お分かりいただいたかというふうに思います。で、どうしてそうなるかという話なんです。で、それはですね、私どももこの、県内のこういった流れっていうのは十分に把握しつつも、全国的にですね、やはりいわゆるこれ社会の実証実験はほぼ終わっているというふうに私は感じております。現実に窓口を完全に無料にしていきますと、子ども医療費っていうのはだいたい 1.2 から 1.3 倍、年を増すごとにだんだん増えていくという傾向にございます。
で、それがですね、本当にその必要な医療であれば、それはそれで私も納得ができるところでありますけれども、ただ今の我々の医療環境を考えていくと、果たしてどうかと、いわ小児科のですね、医師を目指していただけるお医者さんって本当にですね、少なくなってきております。産科小児科っていうのはやっぱりですね、ほぼ24時間対応を迫られるというふうな部分がございまして、そこをやりたいというですね、やはりお医者さん方が少なくなってきている、まあ、いわゆるその小児科の皆さん方が高齢化をしていっているというのもですね、これは事実としてございます。まあ、そんな中でじゃあどうするのが一番いいんだろうと。で特にですね、私は子育て一番宣言という公約を掲げております。でその中で特にやっぱり感じますのは、子育てしやすい町っていうのを作るのはですね、結局何か一つが欠けていてもそれは成立をしていかないっていうことなんです。で特にですね、まず総合計画を作るときに非常に細かい5000人アンケートを取らさせていただきました。でその中でその子育てのいわゆるさまざまなステージで一体皆さん方が何を求めているかというような調査をさせていただいています。まずですね、結婚に向けてというふうなところの世代、それから妊娠出産に向けてと、このここですね、それから乳幼児のところ、いわゆる1歳までのところです。それから幼児期ですね、就学前、そして学童期、いわゆる小学校の子どもたち、でそれから思春期、中学高校と、こうやってライフステージと申しますか、それに応じてじゃあ皆さん方がどういったことを求めているんだろうというようなですね、調査もさせていただいております。その中で、もう一つ先ほど申し上げましたね、どういうやり方がいいんだろうということで、県内でこういった専門委員会を作って、この医療費の問題を専門家の皆さんに集まっていただいて、きちんとした議論をしていただいたのは松阪市だけでございます。でそれは増大していく子どもの医療費、それをなんとか、抑えつつ、しかも皆様方にとっていい医療制度は何なんだろうというふうなことをですね、議論をしていただきました。結論的に申し上げますと、特に思春期の世代は経済的な部分の負担というのが大変だというふうなところで、そこのところの支援というのがですね、一番やっぱり意見として多かったんです。でそれはやっぱり特に、高校生ぐらいになりますと本当に子育てにお金がかかってくる、そうした中で、なんとかそれの支援としてというふうなところで、実際に、その就学前の子どもたちは確かに病院にかかる率っていうのは多くございます。だそれは、低所得の皆さん方にとってはその時にの現金の持ち合わせによって病院へ行けるかどうか、そういった意味合いももちろんございます。ですからそこのところは窓口を無料にしていこうと、そして、そうじゃない家庭についてはですね、ある程度上限を設けさせていただいて一部負担をいただく、そして、その分ですね、医療費の抑制っていうのをある程度測り、でその測った分をきちんと市民の、子育ての中で、今困っているところへですね、充当していこうというのが今回の、根本的な、答申の内容かというふうに私は考えております。で今三重県内で高校生までこうした医療費の助成をしているのは熊野市1市だけでございます。松阪市が規模的にはかなり大きな、松阪市としては熊野に加われば大きな市でございます。そこが高校生まで医療費の助成を一部での部分と全額の部分はありますけれども拡大をしていくという意味合いはですね、非常に大きいというふうに感じているところでございます。これからもですね、何がその正しいということはこれはないかと思います。ただ、皆様方からいただいた
税金をですね、いかに有効にきちんとですね、こういった福祉医療に使えるかというところもさらに研究をしながらですね、これは進めていきたいと。で、私どもとしてはこういった制度を作らさせていただいて、そして来年4月からですね、運用を開始していきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。立花議員。ありがとうございました。松坂氏の市長からも答弁いただきまして、非常に理解できました。今回も制度の改定があったところは一定 の評価をさせていただきたいと思っております。また今後ですね、この見直しの際はこの話を思い出していただきまして、また議論の材料にしていただければなと終わりまして、この項目には終わらせていただきます。ありがとうございます。では2項目目入らせていただきます。プレパーク禁止項目の少ない公園についてでございます。プレパークというのはですね、本来は禁止項目の少ない公園という訳ではありませんでして、厳密に言いますとプレパークとは冒険遊び場というのが訳になります。テロップ上ですね、禁止項目の少ない公園と、意味を入れさせていた、あえて入れさせていただきました。諸閣カメラを使わせていただきます。プレパークといいますと、どんな公園かというのはちょっと分かりにくいんですけれども、これがですね、今年私が7月に視察に行かせていただきました、天白プレパークの写真でございます。もう一枚ありまして、これに関してはだいぶ特殊なんですけれども、日が使えるというのも天白プレパークの特徴でございます。だいぶ特殊なケースでございます。また、天気がいいとですね、こういうふうに、なんかプールを作ってですね、入ったりとかするのが、プレパークということでございます。ショーカーカメラありがとうございました。従来のですね、公園、既存のブランコ、シーソー、鉄棒などがあるような遊び場と違いまして、一見無秩序に見えて、子どもたちが想像力で工夫して遊び場を作り出すことができる遊び場、東京都の世田谷区の羽根木プレーパークがオープンして、この言葉が日本でも多く知られるようになったものでございます。今回、この一般質問をさせていただこうと思った理由がですね、松坂市のお住まいの子育てのお父さんお母さんに相談を受けまして、最近の公園というのは非常に禁止項目が増えていると。松坂市だけの話ではなくてですね、日本全国的に禁止項目が増えてまして、使いにくいというケースがいろいろあると言われております。その中でもですね、確認したいのは禁止項目のことで、すみません、恐れました。公園の禁止項目についての松坂市の見解からお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。長野建設部長。公園の禁止項目について松坂市の見解はといったご質問をいただきましたので、ご答弁させていただきます。松坂市の都市公園における禁止項目につきましては、松坂市都市公園条例第4条行為の禁止によって定められています。その内容は、公園を損傷させることや畜牧その他植物の伐採採取や損傷、鳥獣類もしくは魚類の捕獲、張り紙の広告、自動車などの乗り入れ、焚き火等について禁止しております。これらの内容は、都市公園を利用する方々が誰もが安全に楽しく遊んでいただけるように、社会通念上公共施設を利用する上で守るべき基本的なルールを定めたものでございます。都市公園は良好な都市環境の形成、住民の憩いやレクレーションの場の提供、防災性、安全性の確保などの役割を担い、公園に来園していただくすべての人が気持ちよく過ごしていただくことを前提に、必要最低限のルールを定めております。禁止項目がないというのは公園運営にとって一つの理想ではありますが、一方でいたずらや器物の破損があるなど、やはり一定の禁止事項は定めなくてはならない状況であります。また外区公園などにおいては、芝生広場にペットなどの禁止など独自のルールを設ける場合や、
地域の要望などがある場合は必要に応じて公園内に看板を掲げてありますが、その設置前には自治会や地域住民の方と相談しながら設置しているところでございます。以上ご答弁とさせていただきます。立花議員。答弁ありがとうございました。本当にですね、今の講演でございますけれども、非常に多くの禁止項目、松阪市ではだけではなくて、日本全国的に場所によっては遊戯講演のですね、施設が使えないところもたくさんございます。松阪市においても球技ができない場所、例えば中部大公園では野球サッカー、禁止ですと張り紙がございます。また消火カメラ使わせていただきます。こういうふうにですね、中部大公園では至るところにですね、この野球サッカー、禁止ですとあります。この中でもですね、中部大公園ではありませんけども、私が一つ気になっているのがですね、鈴の森公園においてでございます。鈴の森公園がですね、現在芝生が入れない状況になっておりまして、こういう看板が出てきます。鈴の森公園行くとですね、こういうふうに書いてあります。メリケント菌層に注意、芝生広場にメリケント菌層、草が繁殖しています。花の実、種子にトゲがありますので注意してください。芝の上に手をついたり、裸足で歩いたりしないでくださいというふうに、ございます。これ確認になりますけれども、カメラでございます。確認になりますけれども、禁止項目と認識しておりますけれども、松阪市との見解解釈じゃどういうふうに考えられているのでしょうか。お願いいたします。長野建設部長。メリケント菌層は背丈が7センチ程度で、花期に2ミリぐらいの小さなトゲがある種を実らせ、肌を刺すキク科の南アメリカ原産の外来植物であります。鈴の森公園に建ててあります看板は、メリケント菌層が繁殖しトゲがあることから、禁止項目の看板ではなく注意喚起のために設置をさせていただいておるものでございます。立花議員。ありがとうございます。あくまでも禁止項目ではなくて、注意喚起という見解ということで分かりました。もう一度消火カメラ使わせていただくんですけど、場所がですね、どこにあるかなんですけども、鈴の森公園がありまして、この中3箇所貼ってあります。先ほどの看板が3つありまして、大体この鈴の森公園のですね、魅力って言いますと、やっぱり芝が入れ魅力的なんです。パッと見るとですね、やっぱり入ってみたいとかですね、中で本読んで寝転がりたいとか、図書館もありますので、そういうことをしたいとやっぱり思うんです。カメラありがとうございました。そしてこの、メリケント層のですね、ずっとはダメです。除去とかですね、対策っていうのは松阪市としては考えていらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。長野建設部長。鈴の森公園におきましては、平成27年の夏ごろからですね、メリケント菌層を確認をしております。種子がですね、靴の底に付着し、生息範囲が広がり、繁殖力が高いものであります。そうした中でですね、駆除の手法ということにつきましては、除草の散布が有効的でございますが、鈴の森公園の付近には住宅もあることから、またお子様がですね、遊ばれる公園ということから、除草剤の散布を控えております。そのため種が実る季節に合わせてですね、芝刈り作業を行い対応しているところでございます。立花議員。ありがとうございます。次はですね、子どもの遊び場を禁止することについて、松阪市の考えはということなんですけれども、だんだんこの松阪市だけではなくて、日本全国の公園がですね、禁止項目が増えている現状がございます。
本当に遊びを通じてですね、子どもさんにですね、いろんなことを学んでいただきたいというのを思っております。私も、5歳の頃にですね、木に登って降りれやんだ思い出がありまして、もうその時にですね、5歳だったんですけども、心ながらに思ったのは、もう絶対もうその木には登らんとこうと5歳の時に思いまして、その時遊びを通じてなんですけども、危険性とかですね、予知能力というのを身についたというふうに私は思っております。またこの公園でですね、遊んでいただくことがですね、子どもの感受性豊かなですね、感覚というのを育てるものと思っておりますので、プレパークというこういう形も案としてはあるんですけども、子どもの遊び場を禁止することについて松坂市の考えというのを教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。長野建設部長。子どもにとってですね、公園は、遊びを通して、心身の発育や自主性、創造性、社会性などを身につけていく場であり、事故が起こりうるような危険な遊びや他の来園者の迷惑になるような行為に発展しなければ、自らの限界に挑戦し、そして挑戦を通して危険に対する予知能力や事故の回避能力など、安全に関する身体能力を高めることも重要なことだと認識しております。プレパーク、冒険遊び場につきましては、自分の責任で自由に遊ぶを理念に、主に自然の中で木や土に触れたり、落ち葉や枯れ枝などを利用して遊びを考えたりと、あらかじめ用意された遊びの方法にとらわれることなく、自主的にやってみたい遊びを実践し、自分たちのアイデアやスタイルで新しい発見や創造する喜びを知るということが、その趣旨であると理解しております。まだまだ全国的に常設のプレパークは少なく、県内にも存在しないというのが現状でございます。市内には比較的緑豊かな公園、今お話のありました鈴の森公園、また中部大運動公園などがあります。また松阪市総合運動公園には広大な林があり、今後自然の中の遊歩道やデイキャンプ場の整備計画があります。今後プレパークについては研究課題の一つと捉えていきたいと考えております。立花議員。ありがとうございました。遊びを通してですね、危険に対する誘致能力や事故の回避能力などを学んでいただきたいと思います。何でもかんでもこう禁止になっていくこう日本全国の公園、そして松坂も少しながらですけども、そういう状況になってまして、子どもたちが生きていく力、社会に出ていっても困らないようにですね、自然と触れ合っていって、こう感受性豊かな人間を成長していてほしいと願いまして、この質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。そして3問目でございます。あと少しでございますけれども、防災無線でございます。この防災無線はもう何が聞きたいのかって言いますと、執行部の皆さんもきっとお分かりになると思うんですけども、聞きにくいこう防災無線っていうのをどうしていくんやっていうのをですね、聞いていきたいと思います。前回の議会報告会はですね、防災がテーマというのもありまして、非常に多くの方からですね、防災無線が聞こえない、私行った3施設行きましたけども、3施設とも1人は必ずこの防災無線について質問される方がいらっしゃいました。この2018年はですね、北海道地震、西日本相次ぐ台風被害、日本列島は未曽有の自然被害に襲われた年でございました。この中でも北海道胆振東部地震で北海道全域が一時停電しました。札幌から根室までの約450キロも離れた広大な北海道全域が停電するのは、北海道電力ができて1951年以降初めてでございます。この地震は非常に大きい教訓を受けたものでございます。その中でも防災無線というのは、停電したときにですね、大きな力を発揮するものと考えております。しかしながら松阪市内を歩けばですね、また議会報告会でも防災無線が聞こえないと松阪市民の皆様から多くの声をいただきまして、今回の一般質問とさせていただきました。そしてこの防災無線でございますけれども、設置状況を教えていただきたいと思っております。私が聞いたところによりますと、平成30年、平成31年、ちょっと平成31年、年号違うんですあれなんですけども、この2年間で、飯南飯高管内にて防災の設
置は完成すると聞いておりますけれども、現在の設置状況というのを教えていただければと思います。まあ、本町管内、飯南、まあ、飯高、三雲、嬉野とかですね、数とかも分かれば、もし分かればなんですけれども、教えていただけると助かります。お願いいたします。船木防災担当参事。はい、立花議員の方から防災無線が、まあ、聞き取りにくいというところで、まあ、議会報告会等でも、まあ市民の方から、まあ、ご意見をいただいたというところでございます。これまでも、まあ、議会の方でも、複数の議員さんから、同様の、まあ、ご質問をいただいておりまして、その回答といたしましては、まあ、防災行政無線、通常の放送もそうなんですが、まあ、災害時につきましては、当然緊急地震速報等は、まあ、サイレンでありますとか、その、まあ、大きな音でまずは、お知らせをして、その後、まあ、自動音声により、まあ、告知をするというところで、通常音量よりも、少しもボリュームが、あるのと、それから、まあ、いろんな、携帯とかラジオというところでも、緊急地震速報は、まあ、即座に流れるというところで、まあ、周知をされるものと考えております。それと、まあ、聞き取りにくい場合の対応でございますけれども、まあ角度調整でありますとか、まあ、現地の方に実際、その状況を聞き取りに行きまして、角度調整や、まあ、スピーカーの向きとか、いうところで、まあ方向の調整も含めた、調整をして、まあ対応させてもらっておるところでございます。しかしながら、まあ、現在、携帯電話の普及率の方も、世帯普及率で約 95%というところで、また世帯の、まあ、複数お持ちの方も見えると、当然もう 140-50% ぐらい、普及率があるというところも聞いておりますし、現在の、まあ、災害の情報の、主な手段といたしましては、まあ、エリアメール、当然携帯電話等への、まあ、強制発信というところで、まずはそれを主に行っております。その後、まあ、同様の内容を防災行政無線で、放送いたします。それと、まあ、台風等の避難勧告とかそういう場合につきましても、三重県のシステムの方に、勧告の後即座に入力をいたしますと、それが、報道機関等へ、即座に、まあ、伝わって、先般の台風におきましても、避難準備情報でありますとか勧告をした直後には、テレビ等のテロップでも、そのような松阪市どこどこ地域に避難勧告というようなことで、まあ、即座に情報の方も、発信を、まあ、できる、手段と、しておるところでございます。現在の、まあ、防災行政無線の、整備でございますが、先ほど議員の方もおっしゃられました平成30年度31年度をもって、一定の、まあ、無線の整備というのは、完了を、まあ、させていただくというところでございます。現在、まあ、本庁管内につきましては、屋外拡声顧客スピーカーを持っておるものが、206局それと嬉野については、80局それと、三雲につきましては45局それと飯南飯高につきましては現在飯南が24、飯高が、飯高が43、ございますが、今回の、まあ、整備で、飯南飯高につきましても、まあ、聞こえにくいところの対応というところで、現在の基数よりも、本数を増やしまして、増設の計画を、しておるところでございます。以上でございます。立花議員。ありがとうございます。まあ、一定の、まあ、完成はするということで、何かあればまだまだ増設はあるかもしれませんけども、まあ、一定の完成は終えたと、飯南飯高で平成30年度、平成翌年度でもう終わるということが確認できました。しかしですね、まあ、北海道の地震ではですね、停電が大きく話題になりました。北海道中央部の胆振地震を震源とする最大震度7の揺れを観測した6日未明の地震でございますけれども、一時は道内全域295万戸に及んだ停電はブラックアウト現象を引き起こしたと言われております。ブラックアウトとは、まあ、停電というか、まあ、巨大停電みたいなものを指すんですけれども、やはりその今の松阪市の防災の情報伝達に関してはですね、防災無線もあって、スマートフォンも先ほどあって、またいろんな固定電話の話とかも多分あるとは思うんですけれども、ただし、この停電とかですね、なった場合にどういうふうにやはり対応していくのかって言いますと、
まあ、対処法というのがあるのかどうかでございます。今の話ですと、まあ、携帯電話ですとどうしても充電が切れてしまうとなくなってしまいますので、その部分の対処法というのはどういうふうに考えてられますでしょうか。お願いいたします。船木防災担当参事。はい、まあ、停電時の対応というところでございます。現在の防災行政無線の発信につきましては、本庁の北にあります第4ベッドのところに親局の、配備をしており、そこから、まあ、情報を、それぞれの管内、また本庁管内の各個局の方へ、まあ、発信をしております。この親局につきましては、自家発電装置を備えておりまして、停電になりますと自動的に自家発電装置が、稼働して、まあ、燃料供給をしながら稼働しておるというところで、稼働させていくというところでございます。それとそれぞれの顧客につきましては、まあ、商用電源の方で現在まあ運用しておるんですが、バッテリーを中に配備しておりまして、停電時の場合はそのバッテリーに切り替えて一定の時間につきまして、まあ、これまあ交渉では24時間対応というところで、ございまして、24時間はそのバッテリーにより緊急放送ができるというところでございます。また携帯電話等が途絶えた場合、アンサーバック機能といいまして、これは全本数ではないんですが、3分の1程度はその顧客から親局に向いて反対に地域の方から話ができるという装置も備えておりますので、いざいろんな情報手段が途絶えた場合はそのアンサーバック機能を対応いたしまして、地域の方から本庁と通話ということも視野に入れておるところでございます。立花議員。ありがとうございました。さまざまな方法がありまして、親機、自家発電、そして、携帯電話のアンサーバック機能など、さまざまな方法があって、停電した場合も一度対応できるというお話を聞かせていただきました。しかし、やはりですね、この、停電後のですね、この防災の対策というのは非常に、喫緊になる課題だというふうに思っております。その中でも私はですね、停電したときに一番何がいいかと思うのは、やはりラジオが一番いいのではないかなと私は思っております。最近のですね、北海道の地震を受けまして、ある東京大学院の松尾一郎教授、客員教授のグループが取ったアンケートになるんですけども、661年インターネットでアンケート調査を行ったところですね、情報を得るために最も役立ったものを複数回答を尋ねたところ、一番多かったのがですね、自宅のラジオが 55% と最も多くですね続いたと。次にスマートフォン、携帯電話が 50%、 さらに家族や知人を通じて 19%、 自宅のテレビが 15% でございました。こういう昔三雲館町内で使われてた防災ラジオとかですね、またああいうラジオのようなこう電源を使わなくてもですねできるような、そういうものっていうのは考えというのはございませんでしょうか。お願いいたします。船木防災担当参事。はい、先ほど、議員の方からもご紹介がありました、これまでのアナログ式で、三雲管内におきましては、個別顧客というのがございました。これは、ラジオといいますか、防災行政無線が個別に室内で聞こえるという形で旧三雲町時代に整備をされたものでございますので、緊急防災行政と同じ情報が取れたというところでございます。これにつきましても、当然停電をすれば電源が途絶えますので、それはちょっと情報の取得が難しいのかなと。ただデジタル化によりまして、現在はもうその配備はございません。先ほどご紹介もいただきましたこの防災ラジオにつきましては、確かに緊急地震速報について自動的に電源が切ってあっても、緊急地震速報の場合は自動的に立ち上がってその放送が流れるというラジオも販売されておるとは聞いております。しかしながら、先ほど冒頭申し上げました緊急地震速報はあらゆる手段で国の方が情報発信をいたしますので、けたたましくそういう情報が流れたときは何かの方法では多分
お知らせができるのかなというふうにも考えております。ただまあ市の方といたしましては、そのまあラジオというのは当然まあ民間企業で開発をされておるとも聞いておりますが、現在その普及でありますとか、そういうふうな配備の計画というのは現在のところは持っておらないところでございます。立花議員、ありがとうございました。この項目については終わらせていただくんですけれども、この松阪市の防災対策に対する意識は、過去調査の平成17年、21年、24年、27年、29年のすべてにおいてですね、本市の全政策の中で重要度が最も高くなっております。その反面、本市の松阪市の全政策の中で非常に高いものになっておりますけれども、満足度については横ばいの状態で推移しております。近年各地で多発する大規模な災害と、それを通じた防災意識の向上に市民の皆様の防災対策の期待が高まっておりますので、今後もですね、この防災対策に何とぞ対応いただきますようよろしくお願いいたします。終わります。